カズジチャンネル、カズミです。今回ですね、こちらアマゾンさんの限定ブランドのですね、ウルトラナチュラのハチェットをですね、紹介したいと思います。で、まだこれまだ1回も使ってません。ですので、こちらのねやつがどんなもんなのか、紹介していきたいなと思います。で、開けてみますとね、こんな感じです。箱そのままむき出しのまま入っております。まあ、こんな感じで、この保護カバーね、プラスチック製の保護カバーがついてます。で、こちらのスライドをね、これさせることによって、外したり、よいしょ、ロックしたりすることができます。これ非常に安全で、いいですね。ここに持ち手もついております、ね、で、刃の方、こちらまあ、ほぼ機械で削っただけ。刃というものはついてません。全然ついてませんね。これをね、でちょっとねやってみましょうか。よいしょ、よいしょ。いかないね。全くと言っていいほどいかないかな。刃がないので全然いきませんね。よいしょ、ちょっとね力を入れればなんとかかな。刃がないのでね、入っていかないですね。削ることもほぼできません。よいしょ。まあ、中はね、こんな空洞になってて、非常に軽くて持ちやすい。と持ちやすいです。力の入れ方もね、すごく入れやすいですけれども。よいしょ。入っていかねえな。まあ、やれなくはないかなっていう感じです。ではね、こちらちょっと僕持ってるね、ランスキーさんのシャープナーの方で研いでみたいと思います。まあ、簡易的なものですけど、こちらのランスキーのねシャープナーの方でちょっとね研いでみたいなと思います。だいぶ刃らしいのが出てきましたね。そしたら次こっちで。よし、これで、ちょっとやってみましょう。だいぶ違う。で、こちらね広葉樹の薪なのでかなり硬いことは硬いです。おお、いくじゃん。まあですね、キャンプで使う分ぐらいにはですね、全く問題ないかな。まあ、フェザースティック作るにはもうちょっと研いだ方がいい感じですね。まあ、でもですね、非常に軽くて、
使いやすいハッチェットかなと思います。 Amazon さんで値段も安いので参考になればと思います。